どうもピオキングです。今ですね、外めちゃくちゃ雨が降ってるんですよ。でもですね、僕雨嫌いじゃないんですよ。旅館とか行った時にあえて窓を開けて雨の音を聞く、それもまた一興かなと、そう思うんですよ。今家だけど、何今の時間意味わかんねえ、このオープニングで喋んな。ということで今日はこのコースやってきます。ケチャップフィールドドーナツカーコトロール、ケチャップで満たされたドーナツということでしょうか。いや、ドーナツってさ、あの甘いドーナツのことだよね。それがケチャップで満たされてるってめちゃめちゃ気持ち悪くなる絶対食べたくないよな。まあ、海外とかだったらさ、ホットドッグとかもケチャップのくくりになるんかな。ケチャップじゃねえドーナツのくぐりって言いたかったんだよな。ホットドッグとかもドーナツのくぐりになるんかな。なんだよケチャップってケチャップの一部って言ったらマヨネーズだよ。絶対違うと思うけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.36%。 そういや僕さ、いつも開幕なんとかって言ってるじゃん。それを計何回言ったか調べた人がコメントしてくれてて、何回言ったと思う。計375回言ってるらしいよ僕ちょ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 、開幕タマバーだーで、一緒に何が一番言ったかを調べてくれてて、開幕ハナーが42回で、これが一番多いらしいね。42回も言ってるんだと思って、もうみんな飽きてるでしょ。開幕ハナー42回待ってるんだよ。お前は邪魔。分かった、これ走っていけばいいんじゃない。走ってパワーブロックの下抜けていきます。もう痛い痛い痛い。もうそうそう騒がしいって。まだ3回ぐらいしかやられてないけど波響ばっかじゃねえか。たまにはね、波響なしでゲームを進めてくださいよ。いけろすいませんね、いつもこんなんで。皆さん、さあこの扉に入れば右の扉に出る。いやいや嘘だね、僕は信用しないよ。別の場所だ、だから何もしないでいい。よっほほほ見た、たまには何もしないでもいいっていうこともあるもんだね。さあ葉っぱいるって書いてるからこっちで正解。いやちょっと待て、上の方にコインがあるよ。あっちの方行ってみようか。まあ当たったとしてもね、もうブロックを壊してるから先に進めると思うんだよな。降りて、さあこっちに行ってみましょうと、うん、左に矢印がある。なんだこのハテナ。なんだ、僕にコインコインをさせるためにここまで来たんだね。さあ先に進めませんね。なんだ、何を出してくる。ここまで届いてねんだよ、ホレさんよ。あ、これは面白いバッティングセンターなんじゃない。僕がこれで3回空振りをしたら負け、でも3回打てれば僕の勝ち。そういう風にやっていこうじゃないか。タイマス1回目で2回目あ、はい、あで3回でしょ。もう1回あざー。たまにさ、マリオメーカー2でバッティングセンターをイメージしたようなコースがあるんだけど、そういうミニゲーム感のあるコース好きでさ、まあ自分では作れないから自力でやってみました。やってる方は楽しかったけど、見てる分はめちゃめちゃつまんなかったかもしれないあ、これ走っていかなきゃいけないんじゃない。いけるか、いや、いけないか。ほら、どけどけどけよ。どいた。え、こっち合ってんじゃない。よっほっほっ。右が実は正解と見せかけて、こっちが正解なんでねえの。ゴーファースト、このまま走っていった。いや、これもしかしてヒントか。さっきのとこなんじゃないですよね。じゃあ今のヒント的に言うと、こっから走っていけっていう感じなんじゃない。これで風が抜けれる。でチビになりの音符ブロックがあるけど、この音符も下から叩くか上から叩くかっていうのが問題になってくるんだよな。土管は入れない。いや下から以外ないと思う。いやそうだよな、上から叩いたら上いけないもんな。でここの近くの枠は何もない。うわ、玉とか降ってきそうだって。大丈夫、ゆっくり行こうか。え、何もないのか。え、ここの音符ブロックは誰が変えてくれるんだい。3日曜日かな。違う違う、今日は月曜日だよ。これで下に行けっていうこと。太陽じゃん完全にバカを見せてしまったね今。まさかさ、太陽の3だとは思わないって。じゃあここはジャンプ C の太陽をかわす。で土管に入って、土管に入れ。なんでいつもそんな下手くそなミスをするんだ。もうそんなボンミスいいから早く土管に入れよ。よしよし、先に進めることができました。でそろそろ中間が見えた。クリボー、あうんでいいわ。いやいやいいわ。いやいや、まだ間に合うか。てかさっきなんて言った。僕あうわしか言えなかったって。この時はあうわ。下に降りればいいだけだよな。でリフトに乗ってもオンオフブロックは変わらない。で、あの中間ポイントを取る。ルートを確認して、さあ行こうじゃないか。マリ変わんなよ、絶対オンオフ変わんなよ。あ
いや違うんだって。逆に今のミスり方は神プレイだと思わない？狙ってできるもんじゃないよ。じゃあ今度は早めにジャンプ。一生やってろそれ。もうさすがにこれ以上の失態は見せれない。でも早めにジャンプしちゃうとオンオフが変わりそうな気するんだよな。でもちょっと早めにジャンプしてみようか。もうこっか。よっほっほっ。やっと取れた。なんだい君め、そこ壊ってよ。そこだ。中間取ってるからといってまだまだ油断はできねえぞ。今度は魚の位置が変わってると見て、ここで大丈夫。すげえ情けない声出ちまったな。しかも何も変わってねえし。さあドアに入っていきます。さっきと同じ。また魚の位置が違うのか。こっか、やめてください。マネが通り過ぎた瞬間投げてみようか。これで余裕。今度は石合地が降ってきそうだな。大丈夫。またなんかあんの。次はバネどっか降ってくる。なんもないのか。じゃあ土管に入っていきます。今度こそでかい石打ち降ってきそうだな。じゃあこの辺でジャンプしてすぐ下に降りる。あ、なんもないんだね。土管に入れねえじゃねえか。じゃあ今度上に行ったら何、こんなところに隠しブロック設置するなんてずるいよ。グバグラ見てたんなら呼んでくれって。じゃあここ誰。この白玉ゆけ。でももう全てお見通しさ。僕は全ての知能を兼ね備えた AI ピオキング、略してアイキングさ。さあここの隠しブロックを叩いていきましょう。はっ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 。そんな無機物なんかに僕が当たると思っているのか。まあ私も無機物でできているんですけどね。さあこの土管の先には何がある。右上に中間ポイントというものが見えますね。なんだこの番で取っていいのか取れるのか。普通に取れたね。でもこのブロック変わると思うからこのまんまダッシュして走っていこう。バネが消されちゃわないように。いい先読みだと思ったんだけどな。じゃあここで投げていいの。投げてオンオフが変わらなかったよな。じゃあこのバネに乗っていきます。ハリーおった。グッ、目の前に中間ポイントという餌をチャラつかせやがって。待ってるよ中間ポイント。このテイクで、このテイクで必ずそのドクロマークの旗を M のマークに変えてやるからね。なんだお前ら、ドクロの手下か。雑魚に用はないんだよ。くらえ。1体目討伐、2体目討伐、3キバグが来たぞ。いやバグなんてないと思ってた。このコースずっとなかったじゃん。いきなりこんなん持ってこられても分かるわけないって。じゃあ3体目乗って上に逃げてみる。そして下に行けば大丈夫なんだろ。よし。マック2号店設立しました。ここら辺でな。ピャー、マック2号店作っちゃってよかったね。さっきあんなバグ来たばっかりだからさ、こんな初歩的な罠に引っかかるとか思わないじゃん。ていうかみんなマックで何が好き。僕ですね、フィッシュバーガーが一番好きなんですよ。だいたいみんな照り焼きバーガーが多いかなって思うんだけど。じゃあここはオンオフします。なんかドスンがいたね。もう一回オンオフ変わるんじゃない。やっぱりね。でここでオンして土管に入れないわ。くっそ、なにこれは、もしかして救済措置か。もう期待させんなって。土管は入れない。ということはここ死に耐久なんじゃない。こういう風に行けみたいな。よし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 。でここでジャンプチーの6つおかしくない難易度。あのさ、一マスの隙間に入れっていう感じでしょ。いやここもね、連打がめちゃめちゃきついのよ。ちょここマジで集中していい。ここ何回行ってもいけた。でここも上にちゃんと隙間入ります。でこの上に行くでしょ。であの隙間入れてか。あの針に当たれないからどうかして。こうよっほっほっほっ。でもう一回よけ。であの隙間に入りさえすればいいんだよな。やったでよっしゃー。手に耐久命中を舐めるな。やべえ、今のでマジで右肩死んだって。まあ汗びっしょり。じゃあこれどうすればよかったの。3回ぐらいやってみる。1、2、3回。これでどう。今度は変わんない。あ、変わったね。うわー、もういいか。だがもう分かりましたよ。3回目だ。3回目のオンオフの時にダッシュしていけばいい。こっからオンオフをした瞬間にダッシュして土管に入っていく。よし。やっと抜けた。もう話に耐久マジで来ないのくれろ。ちょっとおいおいなんか、そっちは私に耐久だ。もうみんなにこのババア見せない。いや、これで一発でクリアしたらめちゃめちゃうまいんじゃないか。
ここは隠しブロックを出す。そして何もしない。で、コンボが通り過ぎた後に先で済む。もう隠しブロックはないよな。さあ、この先。あれ、ゴールなんじゃない？ゴール前の山のマークだよね。あの白い線のやつ。いや、これいける！あ、ゴールさせた！わあ！いい加減にせんか！絶対次のゴールする。見てて。ここでバグでワープされたんだよな。だからダッシュしたらいけない。で、弾が通り過ぎた後にここからバックステップ。ジャンプしてもワープするのか。もうワープしないよな。そうだよな。ここからブーンボックで行こうか。いけ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 。いや、これは死に耐久だけ難易度がおかしいトロールコースでしたね。久しぶりに死に耐久でめっちゃ汗かいてしまったわ。素敵なコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゴールは目の前128カッコシューズ。説明文にプレイキャラはキノピオ、キノピコがおすすめって書いてるんだけど、なんでだろうね。マリオとかルイージだったらやりにくいのかな。でさ、タイトルもゴールは目の前128って書いてるけど、128個目なんだろうね、一発マリオ出すの。いや、めちゃめちゃ出してるよね。確かコースって100個以上投稿できないはずだから28個くらい消してるんだろうね。いや、もったいねえな。任天堂さん、そこんとこどうかしてくれよ。それはできませんね。それ以上投稿されるとこちら側も管理しにくくなるんですよ。そんなこと言うのやめてよ、桜井さん。スマブラに力を入れるのもいいと思うんだけど、マリオメーカー2にももっと力を入れてくださいよ。やっていきます。クリアに詰めてとかじゃませんの。ちょっと収集できなくなってきちゃった。自分でボケてたのにさ。で、これはね、サムネを見る感じたくさんの靴と大砲がいたんですけど、こいつらをどうやってかわして上に行けっていう感じなんだけど、なんじゃこりゃ。どうすりゃいいのよ。何回か今みたいなやられ方をしなくちゃどこに行けばいいかわかんねえよ。ここダメ。ならば右だ。右の靴のところ一マス隙間が空いてた。この辺か。めちゃめちゃ靴にひっついとかないけんのやない。だからこの辺で大丈夫。よしよし、でで分かるか。この場所ぐらいで回避できるっていうのは分かった。で、靴が上に上がった瞬間右ってみようか。なんというコースを選んでしまったんだろう、僕は。今からずっと同じようなやられ方を見せちゃうかもしんない。右がダメなら左よ。これはいけたんじゃない。で、ここから上に上に上に行かせろ。もうそろそろ攻略法がつかめそうだよ。どっかで靴を奪って右の方にジャンプしてゴールしろっていう話だとは思うんですよ。ただここをどうやってかわすかよ。このタイミングか。よし、で、上、うわ、いっぱいいるいっぱいいる。靴、靴をくれ。この下の靴か。で、この靴を奪いのゴールじゃん。どうかな。めちゃめちゃ焦ってしまうんだよな、このコース。急がないとさ、弾がひっきりなしに飛んでくるからさ。だからここでジャンプ。じゃあね。なめるな。ゴールはもうそろそろ近いんだ。靴を奪えるところまでは簡単に行けることができた。ここよ、問題は埋めましょう。さっきはスムーズに行けたんだけどね、なぜか左の弾に当たるようになってきたんだよね。ここ地味にむずいのよ。よし来た。で、どっかで靴を奪いの。この辺の靴奪えるか。靴奪って、靴靴靴が違うよ。で、ここで急ぐな急ぐな。いや、急ぐな急ぐな。まだ0秒しかないじゃん。0秒しかないじゃんじゃねえのよ。急げよ、もうちょっと時間を見る余裕があるんだったらマリオ見れ。マリオ、これで絶対行く。だいたい攻略法はもう分かってんのよ。左の弾さえかわすことができればそんなに難しくないんだよな。さあ、どっかで靴を奪える時が来る。ここの靴を奪っていこうか。じゃあ来い。やめいや、すげえはちゃめちゃなコースでしたけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。